ちはポコよ。こんにちは。こんにちはトト。こんにちはエリー。みんな今日は何をして遊んでるのかな。え、今の聞こえた。まあ見て、お友達のタコさんよ。こんにちはタコさん。あら、タコさんが何か持ってるわ。みんな、タコさんは何を持ってきたのかな。ポコヨたちに教えてあげて。バットとボール。そう、あれはバットとボール。タコさんはとってもいいことを思いついたみたい。みんなでボールを打って遊ぼうですって。タコさんが投げてくれるそうよ。誰が一番に打つ？あら、ボコよ。一番はパトみたいよ。心配しなくても大丈夫。みんなで順番に打てばいいの。エリーも自分の番になるまで待っててね。あらららあれ？何の音？タコさんが投げようとしてるんだわ。あ、ね、待って、パトはまだ準備が。大きく振りかぶって投げた。そういう打ち方もあったのね、パト。えらいポコよ。ボールを拾うっていうのはとっても大事な役よ。今日みたいにボールが一つしかないときにはね。今度はエリーの番みたいよ。エリーだってさっきから待ってたもん。大丈夫、次はポコよの番よ。もう！アクション！打てると思ってたわ。まだ飛んでる。どん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 遠くに行っちゃう。あ、スリーピーならボールがどこへ行ったか知ってるかもよ。ボール、ほんとそれボールに似てるわね。でもみんな、ポコヨに教えてあげて。あれはボールかな。違う、卵だよ。うん、あれ？おかしいわね。雪だるまと雪の玉だわ。一人で雪合戦してるのかしら。ねえポコよ、ボールは見つかった？待って、聞こえる。何の音かしら。あれは何？もしかしてボールが飛んできた音じゃない？どこかに転がってないかしら。みんなは見なかった？ボールがどこに落ちたのか知らない？雪だるまだよ。ボール、ほんとだ、そのボールよ。
ポコよ、お疲れ様。ポコレイ。さあ、お待たせしました。これでやっとポコよが打つ番が来たわね。頑張ってポコよ。ボールから目を離さないでね。やったね、ポコよ。ちゃんと順番を待てて、偉かったわ。あ、そうか。またボールを拾いに行かなくちゃ。それじゃ、またね。こんにちは、ポコよ。あ、気がついた？ポコよ。ここに立ってるのは一体誰かしら。みんなはわかる？ポコヨに教えてあげて。エリーだよ。エリーは何をしているのかな？今ゴルフをしてるのね。ねえポコよ、ちょっと落ち着いてってば。エリーがあなたにゴルフを教えてくれるって。ポコよもやる、ポコよもやる、やるやるやる。わい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 、やったー。ねえポコよ、どうやってやるのか、エリーにお手本を見せてもらったら？まあ、ポコよったら。ポコよ、できる！本当？エリーは言っちゃったわよ。教えてもらわないで、一人でできるの？あー、気をつけて。一人でできる。ゴルフって難しいでしょ？これもダメ。わかったもん。それでもダメみたい。ラッパエリーに頼めば教えてくれるのに。ジョーロ？ねえエリー、ポコヨにはあなたの助けがいるみたい。あら、また何か思いついたの？
でできる。ポコよ、あなたゴルフができるようになりたいんでしょ？それじゃあ誰かに手伝ってもらったら？さっきどうやって打つか見せてくれた人がいたでしょ？ポコよ、覚えてる？エリー、ポコよに教えて。ここよ、よーく見てて。エリーが打つわよ。ほら、エリーみたいに打てばいいのよ。ちょっとポコよ、あららら、みんな、ポコヨはどこが違ってるか教えてあげて。逆さまだよ。やったー、ポコヨ打てたじゃない。お手本を見せてもらってよかったでしょ。それじゃまたね。みなさん、ポコリンピックにようこそ。みんなが準備体操をしています。ハト選手にポコヨ選手、そしてエリー選手。お待たせしました。お集まりの皆さん、ただいまよりポコリンピックの最初の競技を始めたいと思います。ではまず最初に選手の紹介をしましょう。1番、青いお洋服のポコヨ。お次はとっても足が速いアヒルさん。ハトです。そして最後はピンクのゾウの女の子、エリー。失礼しました。さあ各選手、いよいよスタートラインにつきます。では始めましょう。皆さんいいですか？位置について、よーい、ドン。これはびっくりです。みんながそれぞれ丸いところをぐるぐる走っています。こんなかけっこは見たことがありません。誰が最後まで走っていられるでしょうか。やったね、みんな。とってもいいレースだったわ。みんな、ポコヨとパトとエリーに誰が勝ったのか教えてあげて。パト、パトが一番。おめでとう、パト。あなたが勝ったのよ。どうしたの、パト。ああ、商品ね。商品は…素敵なメダル。さあ、次はどんな競争をしましょうか。何かない？
片付けの競争。おもちゃを箱に入れる。そうか、それはいい考えね、ポコよ。では次の競技はお片付けの競争。その通り。いくわよ。位置について、よーい、ドン。エリー、おめでとう。ポコよ、あなたも一番になれる競争がきっとあるはずよ。やっぱり最後の競争はあれしかないと思うんだけどな。それはね、笑う競争。笑う？さあ、タコさんが来てくれたわ。みんな、誰が一番だと思う？一番大きな声で一番楽しそうに笑ってるのは？ポコヨの勝ち。ほらね、ポコヨ、負けたってがっかりすることはないわ。誰にだって一番になれることがあるんだもの。やったね、ポコヨ。それじゃ、またね。